突然ですが皆さんはこのような動画を知っていますでしょうか。最近、ショート等に出てくる金運系動画。これ、すべて嘘です。よくあるのは、二度と見れません、という単語です。確かに見れなくなるかもしれませんが、YouTube の機能上 100% 見れないということはありません。急に何話してんのって首かしげる人が多いかと思いますが、これらは詐欺動画に多い特徴の一つです。こういう動画は2回タップしてコメント欄に願いなどを書いてくださいと、投稿主からお願いされる場合がほとんどです。ちなみになぜ2回タップしてはいけないのかというと、YouTube のショート動画は2回タップすることによって自動的に高評価される仕組みとなっています。みんなが高評価を押すことによってその動画が高評になり、新たに騙される人が増えるからです。悪質な場合はお金を要求しろみたいなこと言ってくるんですが、絶対渡さないでください。二度と返してこないんで。みんな見事騙されていますね。こんなこと書いても事実上意味のないコメントです。逆に投稿主からすると金が稼げてメリットしかないので、絶対しないでください。注意喚起は以上です。皆さんも騙されないでくださいね。